玉虫寿司写真がイトらず玉虫寿司は奈良県イカルガ町の法隆寺が所蔵する飛鳥時代の仏教工芸品。装飾に玉虫の羽を使用していることからこの名がある。国宝に指定されている。装飾に用いられた玉虫、寿司とは仏像などの礼拝対象を収めて屋内に暗記する屋根付きの工作物である。寿司には様々な形式のものがあるが玉虫寿司は 実際の仏道建築の外観を模した作りになっており、古代の日本建築を知る上でも重要な遺品である。図紙は高さ233センチメートル。火の機材製だが、連弁を掘り出した部分のみ、楠の機材を使用している。全面漆塗装で、扉、はめ板等には朱、木、緑の顔料を用いて、仏教的主題の絵画を描く。などの細長い部材には、 近藤すかしぼうりの金具を施してある。近藤金具の下には装飾のために玉虫の羽を入れてあるが、現在ではほとんどなくなっている。図紙は最下部の大脚部、その上の趣味座部、最上部の宮殿部からなる。宮殿とは、図紙の故障である。宮殿部の屋根は、しころ吹きとする。宮殿部の正面と両側面は、観音開きの扉とし、内壁には、 近藤打ち出しの仙仏像が貼り付けてある。宮殿部と趣味座部の各面に絵画を表すほか、連弁部など各所に色漆で人道文、四道、雲などを描く。屋上の近藤びは近世に防出したので補ったものである。元々の本尊仏像は三尊仏像であったが、13世紀に東南に遭い、現在は仮に近藤観音像を収めてある。天平十九年の 法隆寺市財町には近道に宮殿像二具があることを記し、そのうちの一具金押出し仙仏像と記載されているものが玉虫寿司に当たると推定されている。押出しとは薄い銅板を型に乗せて土で叩いて図柄を表した像のことである。鎌倉時代の古今木六章には水古天皇五寿司とあり、玉虫寿司という名称は鎌倉時代に遡る。 制作年代は7世紀と推定されている。前述のように元は放流寺近道に安置してあったが、現在は大宝蔵院に安置してある。宮殿部向かって、左面扉に菩薩宮殿部正面扉には、向かい合って立つ2体の武装神肖像を描き、左右扉には、各2体の菩薩立像を描く。宮殿部背面に描かれるのは、霊衆山浄土図で、 中央に三基の宝刀とその中に座す仏。その下に、岩屈中に座す四体の羅漢像を描く。これらの左右には、実月、飛翔する二体の天神、二体の宝王などを描く。趣味座部は、正面に、シャリクヨーズ、向かって、左側面に、セミギキゲズ、右側面に、捨てミカイトらず、背面に、趣味ヤマセカイ図を描く。なお、シャリクヨーズの画題については、異説もある。 これらの絵画は、使用主体として、木、緑を含むわずか三色で描かれている。技法については、漆絵説と顔料を、絵ごま油で溶いた、蜜だえとする説、二つの技法を併用しているとする説があるが、併用説が有力となっている。いずれにしても、出土品ではない伝説の漆工芸品としては、日本最古の遺品であり、数少ない安価時代絵画の遺品としても重要である。 交流時の昭和資材調作成の際の再調査では、辻の連弁部分に、霧金の痕跡が発見され、霧金仕様のサイコレ例としても注目される。趣味座の絵画のうち、捨てミかい取らずと、蝉劇ズは、ジャータカ、つまり釈迦の前世の物語である。捨てミかい取らずは、札田王子が植えた虎の星に、自らの肉体を伏せするという物語で、出典は根高、根光明行。 写真品である。この図は、異児道図法の典型的な例としても知られ、王子が衣服を脱ぎ、崖から身を投げ、虎にその身を与えるまでの時間的経過を表現するために、王子の姿が画面中に3回登場する。セミギキゲズの出展は、涅槃ンギョ制御品である。画風は素朴であり、山、崖などを表現する際に、C 字型の描線を多用するのが特色である。 様式的には、中国義神南北朝時代の絵画に近い、宮殿部の屋根は、原始的な入りもや作りで、上半の旧傾斜部分と下半の傾斜の緩い、屋根面との間に段差を作るし、ころ吹きとする、軒下の組物は、法隆寺サイン柄にも用いられている雲型ひじきと、する、運傾ひじきの形態などは、法隆寺近道と似るが、異なっている部分も、少なくない。近道では、 建物側面の組物は壁と直角方向に突出しているのに対し、玉虫寿司の組物は放射状に配置されている。近堂では柱は円柱、軒裏のたるきを角たるきとするのに対し、玉虫寿司は角中に丸たるきである。玉虫寿司の場合は小型の作品であり、実際の建築物に比べて省略されている部分もあるが屋根をしころ吹きとする点、組物の配置など、 全体に近藤よりも古い様式を示しており、7世紀の日本仏教建築の様式を知る上で貴重な資料である。現在は玉虫の羽がほとんどなくなっていることもあり、制作当時の状態を再現しようとしたレプリカが何度も制作された。ありがとうございます。